ほら、おえぐい。おーい、ナイス。はい、来たー。はい、来たー。えぐい。これは前代未聞の泥試合やる。せいやまさとチャンネルのせいやです。まさとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も。今日は、この前の動画の続き。そうですね。で、前回はニアピン対決で見事僕勝ったんですけど、はい、次はこのチャレンジの、次真ん中のターゲットで勝負したいと思います。うん、このターゲットも同じく、あれね、100ヤードと140で180でいいね。そうですね、うん、でもちろんこのターゲットサイズは難しい、ね、はい、難しい。やっていきたいと思います。はい、3本勝負です。 OK、 3本勝負、はい、じゃあやっていきましょう。はい、よいしょです、前回同様に100は56度。はい、どうなん、ちょっと短いかな、軽く振りすぎたかも。うお、ちっちゃくね、そういうこと。なんぼスピン入るの。いや、多分これ落ちたところが、あ、キャリー、はい、あ、そういうこと、はい、あ、ターゲットやから、そうそうそう、ブルーみたいな感じなんや。そうそうそう。次僕60度で、60、はい、おーい、ナイス。うわ、でかっ。いや、そうやんな。いや、もうめっちゃ飛んでたもん、今の。なんでか、嘘でしょ。トップしたらちょっと。やばいやん。これいいんじゃない。うん、これいいと思う。いい感じ。うん、良さそう。ほら、おえぐい。あ、じゃ、ずれた。えちょっと待って、何これ、着地ちゃうやん、これ来ないって。あ、ちょっと待って、ミスった。ちょっと待って、シンプルにミスった、うん、僕は今、真ん中の1個手前ぐらいで、今、え、ポイントなし。あ、ポイント入ってました、ポイント入ってました。じゃあ、せいやさんと一緒。あ、これ、ペキやわ。ペキ、うん、これペキ来た。ほら、来た。うわ、マジか。もうこれで負けが決まった。まあ僕もペキ目指して頑張ります。いや、これペキやわ。多分これもちょっと弱いかもしれないけど。いや、いい、いい、いい。ペキよ。もうちょっ。負けました。はい。まあね。最終結果。うん、せいやさんが175ポイント、うん、まさとが100ポイントで、次回もせいやさんの勝ちです。では140ヤードですね。私は9番。これちょっとでかいかな。ちょっとでかいかも、さすがに。いや、そんなことないわ。何ショート乗ってない。何ショート。いや、僕はピッチングで。おーい、ナイス。ちょっと吹き上がりな感じするけど、うん、届いてないかもしれないですね、うん、いや、いってろ。いや、いかねえ、やばい。届いてなかったからな、うん、ちょっと強めに。ちょっと当たり薄いけど、逆にいいかも。うん、いいんじゃない、これ。届け、届け。おーし、よし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 。ギリギリ。素晴らしい。あー、でもそれで133か。いや、まずいな。うん、いいね。うん、切っちゃった。多分、うんってこと思う。だいぶ恥ずかしい。はい、うん、相当入ってると思う。はい、来たー。はい、来たー。えぐい。えぐいって。あざす。それはちょっとやばいな。もう少し強めやね。しっかり振っていいんかもしらんな。これ、完璧やね。ショット的にはね。うん。多分相当飛んでんねんけど、大丈夫なんかな。おー。あー。ちょっとでかいけど。
ゼロ点、うん、お話になりますね。はい、残念でございます、はい、まあ、僕は勝ち確してるんですけど最後、うん、もう一発100点出して、せや、まあ、最高得点を出そうかなと。そう、出してよ。おい、ナイス。うん、いいんじゃない。うん、って言ってた方がいいですか。いいんじゃない、これ。これもちょっと弱いけど、いや、まあまあまあ、ね、ナイスナイスナイス、ギリギリ達せる。そうですね、ナイス。今ので、そう、一勝一敗。続いて180ヤード6番で、えぐい、マンタカ。これでいったんかな。よー、来た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 、いけ、うー、弱いんだ。あ、距離何番、もうちょいか、今6番 6? もうちょっとしっかり打てばよかったっすね。じゃあ5番で。チョイスラ、チョイスラーかな。あー、まあ、せやな。うん。あの、距離は、距離はいいね。この辺の精度はせやさん悪いですね。そうなんやな。ちょっとね、変わらず6番でいきます。ちょっと強めで。もうボール痛がってる。やばい、ボールがちょっと今ダフったっす。これ多分いってないですね。ちょいダフり、うん、いってない。あ、ひどい、やばい。これは前代未聞の泥試合やる。いや、大丈夫、次行くから、ちゃんと乗っけるから。ちょっとスライスするの見込んで、ちょっと左に打つわ。捕まった。うん、次捕まったな、ちょっと。しかも、マン飛びしてるかも、これ。ん、どこ行くん。ひどい、えぐい、最低やん。ちょっと番手上げます。5番に変えます。右だな。ちょっと右か。しかもバリ飛んでない今の。距離はいい。でも0点だ。ちょっとラスト頑張ります。今のでちょっと逃がせれたら多分完璧なんだ。あ、これはもう泥試合。最低です。あの、下手すぎて、うん、泣きそう、やばいっすね。これ泥試合だ。180回も多分泣きのもう1試合しません。ちょっと一番短いのにしましょうか。お、でかい。それはそれワンチャンあるわ。これはえぐい。30ヤード、60度。30、距離感わからんな。でかい。いいじゃないですか。ちょっとでかいかな。でかい？でも多分止まりますよ。いいねんけど。ものすごい止まる。30キャリーぐらいに。うわ、やられた。そうか、普通に着地ビタ止まりなんやな、ほぼ。そうっすね。うん。キャリーでいいんや。30キャリーって言われてもわかんないけど。30キャリー。あ、良さそう。弱いかもしれない、これも。ちょっと弱いかも。困ったな。おー、危ねえ。おー、ナイス。これでせやさんがミスればワンチャンある。ただ、まあ、ここで俺がもう100入れたら負けはないから。同じ球を打つだけ。ゴルフは再現性のスポーツ。お、弱いんじゃない。てか別にここで100入れてもまだ負けありますからね。もう最後で決まる。これ100やったらもうやばい。あー、いいわ、いい距離感してるわ。それちょっと怪しいかもしれないな、これ。いや、いいよ。今ねちょっとドキドキしちゃった。ドクドクドク、えぐいって。さあ、せやさん、これ決着つかへんやつやって。もうこういう緊張弱いからね、せやさん、ね、100放り込めばいいだけやろ。おー、うまいけど完璧やね。いや、弱いんじゃない、やっぱりこれ。これ完璧だ。弱いよ、感覚で分かる、完璧。ほら、決着つかないって。全く一緒。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
でもう完全に引き分けということで、はいはい、ちょっと俺後ろ行っとく。なんで？あのソーシャルディスタンス。一勝一敗一引き分け、はい、お互い、はい、で最後のサドンデスも250-250で引き分けで、うん、次のドラゴン勝負に、ね、はい、期待ということで、まあちょっときついかもしれんけど頑張るわ。そうですね。ドラコンはもうマズトの聖地やん。そうだな。ドラコンはちょっと一回打ってみて、うん、僕があれだったら、うん、まあ、2番アイアンとかちょっとやってみます。おちょくってくるやんすぐ、まあ、ハンデをねすぐねつけないとねかわいそうなんで、うん、てな感じで今回この動画は終わりたいと思います、うん、じゃあこの動画が良かったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネルの登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。